炎上した日本の飛行機の乗組員は、教科書通りの完璧な避難を行い、379人全員の安全を守り、世界を驚かせ、多くの賞賛を得た。避難は教科書だった。2024年1月2日、東京、羽田空港に着陸中に発生した日本航空の旅客機が炎上した後の、地獄の光景を関係者らが語る。しかし専門家らは、乗務員と乗客が教科書に従って緊急避難を実施し、脱出が成功したことで乗員乗客379人全員の命が救われたと述べた。羽田空港の滑走路で日本航空のエアバス A350 型機と海上保安庁の航空機が衝突し、双方が炎上し、軍用機に乗っていた6人のうち5人が死亡した。しかし、火災の深刻さにもかかわらず、エアバスが炎に包まれる前に、乗組員12名を含む379名全員が安全に避難したと日本の斉藤鉄夫運輸大臣は述べた。日本航空機の完璧な脱出は世界を驚かせ、多くの賞賛を集めた。航空専門家と客室乗務員は BBC に対し、これは乗務員が厳しい訓練を受け、乗客が安全手順をしっかり守っていたことを意味すると語った。私が見たどのビデオにも、荷物を持った乗客が一人も地上にいないのですが、もし人々が機内持ち込み手荷物を持とうとすると、避難プロセスが遅くなり本当に危険です。グリニッジ大学の火災安全工学グループのディレクターであるエドガレア教授は言いました。航空アナリストのアレックス・マチェラス氏は BBC に対し、乗組員は衝突から数分以内に教科書通りの避難を行った、と語った。同氏は乗組員が非常口を特定し、全員ができるだけ早く脱出できるよう支援したことを称賛した。安全コンサルタントのジョン・コックス氏は AP 通信に対し、乗務員は乗客を飛行機から降ろすのに良い仕事をしたと語った。それは優れたコーチングを示している。ビデオを見れば、誰も荷物を運んでいないことがわかり、全員が飛行機から降りることだけに集中していた、とコックス氏は語った。パイロットで航空レポーターのピート・ムンテアン氏は、この事故は、日本の安全第一の文化の重大な失敗を表していると述べたが、その後の出来事は、日本航空の客室乗務員の教科書を踏襲したものだ、と付け加えた。東南アジアの航空会社の匿名のパイロットは、乗務員が受けた厳しい訓練のおかげで迅速な避難ができたとコメントした。すごかったと言わざるを得ません。このような状況では考える暇はないので、訓練されたことをするだけです、とパイロットは匿名を条件に語った。旅客機が国際認証を受けるためには、航空機メーカーは、搭乗者全員が90秒以内に飛行機から降りることができることを証明する必要があります。恐ろしい体験。女性乗客は、着陸後に火災が発生した時、機内は暗くて暑かったと述べた。機内は信じられないほど暑くて、正直、生きていけないと思った、と彼女は NHK テレビに語った。北海道旅行から帰国した28歳の男性乗客が着陸時の衝撃で座席から飛び降りた。私たちは避難に成功しました、と彼は日経アジアに語った。私たちが生き残ったのは奇跡です。乗務員は乗客に対し、落ち着いて座席に座り、酸素マスクで鼻と口を覆うよう繰り返し求めた。非常口が開くと乗客はパニックに陥り、ここから出してください、と叫ぶ人もいた。最終的に乗客と乗務員全員が非常階段を滑り降りて火災から逃れた。乗客のウィリアム・マンチオーネさんは避難直後にソーシャルメディアで写真を共有し、全員無事で駅に運ばれたと述べた。私たちは無事に家に帰りました。沿岸警備隊のことを聞くのは悲しいことですが、私は飛行機に乗っている全員を安全に運ぶための日本航空の乗務員の素晴らしい行動を目撃しました、とマンチオーネ氏はフォローアップの投稿で書いた。日本の航空会社は、事件後少なくとも4人が医療施設に搬送されたと発表した。日本航空の堤中の最高経営責任者、CEO は1月2日夜の記者会見で、A350 が滑走路に正常に着陸した、と述べたが、どのように軍用機と衝突したかは明らかにしなかった。航空会社は、同便が航空当局から着陸を許可されたことを確認した。日本の当局は衝突原因を調査し、管制当局と2機の通信の分析を進めている。
警察は過失の可能性についても捜査を開始した。